どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。なんか昨日の夜ぐらいから急に寒くなり始めて、今朝起きてからももうすっごいもう寒い寒いってやりながらこう家で仕事してるわけなんですけども、まあ半袖で言うなよって感じですけどねでまあそんなわけで今日は家にいたので、あんまりこう外のスッキリ空間だったりとかっていうのはお見せできないんですけども、そういえば動画にいただいていたコメントでこうかなりいい質問だったり、メルマガでいただいていた質問とかは結構あるんですよ。ストックがあるんです。でその中で今回は一つちょっと消化じゃないですけどシェアをさせてもらおうと思います。そうこれいいなと思って、アミちゃんさんからいただいた質問です。ショッピンさんは今まで物の断捨離以外に習慣を断捨離されたことはありますか？習慣になってる分なかなかやめられないって思うことがあるのですが、そういった習慣を断捨離されたことがあったら教えてほしいです、ということでありがとうございます。まあ、僕もこのチャンネルを通して主に物を断捨離するっていうところを見せていきました。なんですけど、習慣を断捨離するっていうところは確かに言ってなかったかなっていうふうに思いますんで、まあ、今回こうやって質問をいただいたわけなんですけども、まあ、それについて今回はお話、まあ、シェアですねさせていただこうかなというふうに思います。そう、例えばこの YouTube っていうものを始めた時っていうのは、例えば、まあ、スッキリ空間いい背景をお見せしたいわけなので、どっか公園に行ったりスッキリ空間に行ってこうカメラを自分の方に向けて喋っていろいろ撮りながら家に帰ったりとかカフェに行ってこうパソコンでカタカタって編集をします。その時間1日どれぐらい使うのかっていうと、YouTube 始めた時っていうのはまあ6時間ぐらいはかかってたと思います。そう、手探りの状態だったんで。で今はどれぐらいかっていうと、まあ物にはよるんですけど、例えば昨日アップしたその誤解されてるんじゃないかみたいなあの動画、移動して撮影して帰ってくるまでに4時間ぐらいかかりましたし、編集自体は1時間ぐらいですかね、はい、ぐらいかかってます。まあなので1日5時間ぐらいは必要なんですよ。なので僕はその YouTube を始めた時っていうのは、その今までやっていた習慣を断捨離しましたね。そう、その時僕が断捨離しました。じゃあどうやって断捨離したのかっていうと、まあ、結局これメントレっぽくなると思うんですけど、その今あなたがやっている習慣をもう何だろう、もうできるだけ細かく、もう1分単位とかでもいいと思うので相当時間かかると思うんですけど、まあできるなら1週間のスケジュールを細かく書いてみますと。まあ会社行ってる人はそこら辺はバッチリ習慣決まってると思うんですけど、例えば起きてから会社に行くまでこういうことを結構パターン的にやってるなだったり、あとは会社終わった後にこういう風な流れで、なんか過ごしてるんだなっていう、なんかそういうのがその1週間のスケジュールにした時になんとなく見えてくるんですよ。で今のその1週間のスケジュールだったりないし、1日のスケジュールをまあ書くのがステップ1だとします。でステップ2でこれからやろうとしていること、新しい習慣をやっている時の、まあ、理想の1日というか理想の1週間、それを書きます。細かくそれも書きます。僕の場合ですとこの YouTube をやる前っていうのは輸出しかしていなかったので、大体1日のスケジュールって言ったら仕入れして、出品してリサーチして、あとちょっとコンサル生さんと連絡してみたいな、もうそれだけでしたね。じゃあ理想の1日この YouTube 撮影して いろんな人にこう僕の活動生活をシェアしていくためにはどうすればいいかって考えた時に、午後はもうごっそり YouTube の時間に使いたいなと、午後から夕方にかけて YouTube の時間にごっそり使いたいなっていうふうにこう理想の1日のスケジュールを書いたんです。じゃあそれに向かってどうすればいいのかなっていうふうに考えるわけなんですけど、僕の場合はまあこういうふうに効率化できるところがあるなっていうのを考えて、まあなんとか5時間空けたっていう、まあ、そういう感じですね。そうやってまずは現状を把握して、で理想はどうなりたいのかっていうのをまず書いて、でその理想になるために現状をどう変えていくかっていうのをこのノートにずっとメントレしてました。まあもちろんその1日でできるわけでもなく、結局それが板につくまで、まあ、半年ぐらいはかかったなっていうふうに思いますけども、はい。まあ、例えば会社にずっと缶詰でもうそこだけはどうしようもない、開けられないんですってなった場合は、そのまあ自分のプライベート時間でもまあ1分2分でも変えられるところがあると思うんで、まずはそこからでもいいと思います。もう一気に習慣をごっそり変える必要はないと思いますし、なるべく無理せずマイペースにやってほしいなっていうふうに思います。なので今回まとめますと、古い習慣を断捨離して新しい習慣を取り入れるためには、まずステップ1としては現状のスケジュール、まあ現状の習慣ですよね、それを書き出す。でステップ2で理想の習慣、こういうスケジュールで何をやっているっていうのを書き出す。でステップ3で、じゃあその理想のスケジュールだったり習慣に近づくために現在の習慣で変えられるところだったり捨てられるところだったり、
うん、これはやめようと思ったりっていうのを認識するってことですね。で認識してでステップ4で実際にそれを行動していくっていう行動に移すっていうことをやってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。すみません、なんか最後ちょっとふわふわした表現になってしまいましたけども、なのでもし今回の話をちょっとやってみようと思った方はぜひやってみて、でそして効果を感じたらコメント欄で教えてください。はい、ということでこんな感じで今回すごいいい質問をいただいてありがとうございました。僕はそのまったりミニマルやっていうその僕の夢に共感してくれてる仲間をこれからもどんどん集めていきますので、もし興味がある方はこれからも動画を見ていてください。はい、ということで、そうだ、もう12月になったら大掃除だったり断捨離だったり買ってよかったものだったり、まだまだネタはいっぱいありますので、はい、ぜひこれからも楽しみにしておいてください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。